た一行は国慶音曲鳴り物入り路傍広告業という、早い話が新聞屋でございますが、衰退産業一筋に43年にわたって行っております新聞通信社でございます。どうぞよろしくお願いします。この長い間の間に、1年にあたり100曲ぐらい覚えるわけでございます。50曲、100曲、その時々の流行り歌、そしてからもう明治時代の歌とか、それから江戸時代の歌、長唄、ね、時わず、ロックからジャズからクラシック、ジャズ、民謡もあるし、それからね、コンチネンタル単語に、アルゼンチン単語とかね、いろいろ覚えましてやってる次第でございますけど、大体愛の歌が多いようですね。はい、古今東西男女の間を歌った歌が多いわけでございますけども、ね、でもまた歌詞の歌の内容だけ見ますとですね、昔の歌も今の歌もあんまり変わらないんですよ。乃木坂がどうしたとか言ったって、その赤坂コンビがどうしたって同じような問題でございます。でもね、今の歌じゃなくて昔の歌には大いにあるんでございまして、それがね、今の歌にはないですよ。昔の歌にはあった。昔の歌にはあるけど、今の歌の恋の歌にはない。そうそう、それはね、もう名曲でね、女房に逃げられて、一人で子供を育てて、お父をやってるお父さんの悲哀を描いた歌。こういうものは今の J-POP では描くことができませんよ。逃げた女房や未練はないが、こんな後が感じ、おちち欲しがるこの子が可愛い。こんな歌をね、乃木坂46歌わないんでございますけども、それ嫌い剣も歌わないんですけどね、これもね、いい歌なんですが、ちょっと悲哀がありすぎて、ちょっと悲しいので、この絵に声が出るような、女房に逃げられて、自分で子供、幼い子供育てても元気が出ます。東京のボーイズさんのお笑いの世界で、酔いどれこもる歌というのがありました。これがこちらで、女房に行くと言うと、こんな歌ですよ。太鼓もしっかり叩いていきましょう。よーい、はい、あらよいしょ、ほーれ、あーよいよい、ほーれ、よいしょ、叩いて今日もまた歌うよ、いいとこれ、あああん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 、としつつようやるでしょ、歌を振って、
とうございます。まさかこういうね、土俵みたいなステージになってるとは思わなかったんですけど、ありがとうございます。めぐみの人でございます。これも昭和58年、1984年当時でございます。もうその頃ね、大須の大道町人祭り、もう今と全然様相が違う。先ほども言いましたけど、とにかく日本門通り、シャッターだらけ。ほとんどお店が閉まってた。もうだから、全然パンフレットに載ってない人でも勝手に来て勝手にやって投げ銭集めて帰っていた、そんな時代もあります。それからね、こうやって我々がチンドンの演奏してるでしょ。そしたらね、もうずっとついてくるおじさんがいる。で、ある時も話しかけられて、あんたたちね、悪いけどね、録音させてくれと。なんで録音、そんなチンドンの音楽が好きとかそんなことじゃなくて、俺はいつもあの人前でこうカラオケで歌う時に出だしがわからない、それからリズムが悪い、いつも伴奏とずれる、ところがチンドン屋の演奏だとなんとかね、自分でリズムを合わせたりできる、音の高さも合う、だからどうしてもね、やってくれるわけです。わしの自宅まで来てくれるわけです。自宅って言ったらもうそこの大須のね、 あちらの方にあります非常にね、小さなアパートの一室でしたね。大丈夫ですか。そこで録音して、その後お礼の手紙まで来ました。あんたたちの伴奏やったら俺も出だしがよくわかるし、音程外すこともない、やっぱチンドン屋の音楽は最高だね。大須太鼓のメンバーの一人のおじさんでございましたけども、もう本当に大須に感謝いたします。それでは、次の、1984年当時の歌でございますけども、今めぐみの人したら、次はチャコの海外物語でございます。笛の音が聞こえていた。さぞ綺麗な女の人が吹いているのではないか。牛若丸が吹いたりするんですけど、何あんたが吹いてたみたいな。あのね、もう今日昨日からいろいろ大変でございます。私もね、昨日は万松寺の前にあります沖縄居酒屋の方で、これでこうするから大丈夫ですよ。マイク一応出る大変やからさ。俺が言ったんちゃうで。俺が言ったんちゃうで。なんで言えんの。はい、大変でございますけども、あなたもね、この3日、2
メディアライブ2日目の4回目ですけども、はい、モンドーというの知ってますか？モンドー。モンドーでございますか？私得意なやつでございます。あんたがほんまに得意かどうか、ちょっとねスピーカーの位置でピーピー言うからね。あんたが知ってるモンドーってどんなやつですか？まあ、私がもう知ってるモンドーはね、たくさんあるんですけども、得意なやつで言うと鈴木モンドーに中村モンドー、ダイヤモンドにジェームスモンドー、あとマリリンモンドーもございますよ。マリリンモンドーやね、マリリンモンドーや。こんな マリリンモンドー知らん人ばっかりや。知ってる人80歳以上や。もうね、とにかくね、モンドーというのはそんなんじゃなくて、と答えると漢字で書きます。と答える、モンドー、そうそう、と答えるね。だからこれいろんなモンドー、即席モンドーとかなんとかあって、今からやるのは色モンドーでございます。色モンドー、なるほど。色モンドーでございますよ。例えばね、白い色が3つ重なる、白い白いが白いなりけり、いいですか？白いの3つ重ねる、白いの3つ上げてみます。これちょっと冬の話ですけどもね、湯豆腐の湯気の向こうに雪景色、白い白いが白いなりけり。1名の方拍手いただきました、ありがとうございます。白いものが3つ重なりました。情景が浮かびますな。ああ、なるほど。ほな、私もさしてもらいましょうか。白いの3つ重ねましょう。白い白いが白をなりけり。これは夏の景色でね、白子から白波に飛ぶカモメかな。白い白いが白をなりけり。あ、私の方が、やっぱりあんたには負けますね。なんか海の風景でしたね。波からこのしぶきが白いと。じゃあ私も言いますよ。今度はね、赤い赤いが赤いになりけり、赤い色が3つ重なります。この秋の季節、夕焼けに映えるもみじか赤とんぼ、赤い赤いが赤いになりけり。これもまたね、あの秋の景色がうまいこと書きましたな。ほな、私次赤いの4つ重ねましょうか。で、あんたよ、ちょっと難しいことします。これもよく見る景色させてもらいますね。ちょっと夕焼けになって、少女が伊勢海老持ってかじみまい。少女って子供が知らない。能や歌舞伎に赤い動物が出てきますよ。少女ね、少女が伊勢海老持ってかじみまい、ちょっと見かけることない。それより私にはもうちょっとおしゃれなやついきましょう。黒い赤い青いが黄色なりけり。黒い赤い青いが黄色なりけり。とびきり難しい。いいですか？着物のお話。黒紋付き。黒紋付きの表が黒、裏地が赤で、紋が青いで、キーの殿さんという。ほら、綺麗ですよ。これ綺麗。黒い赤い青いが黄色なりけり。ちょっと難しかったですな。ほな、私もね、次色変えまして、色三色で。はい、黒い赤いが青をなりけりでさせていただきましょう。あ、酒黒おて、酒黒おて、一杯期限で赤い顔、お感情を見て青をなりけり、黒い赤いが青をなりけり。まあ、これはね、あんた昨日のあんたさんでございますがな。昨日の私の姿、お金がなくなって、お金足るかな、足らんかなと思いながら飲むほど怖いことはありませんよ。もう私のことは歌わないで結構。そんなことより、お次はスペシャルゲストの歌の青木美香子さんでございます。はい、前も一度出てきていただきましたけど、もう NHK の朝ドラでも、カーネーションと、カーネーションというドラマ、それからおちょやんというのに出演されて、劇中でも歌を歌われました。ちょっとね、おちょやんの時にね、最後の井川遥さんという女優さん、私も出たんでございますけども、井川遥結構綺麗かった、かなり綺麗、あまり綺麗だったんで私近寄れなかったけど、監督からもっと近寄れって言われて、眩しかったけど、井川遥さんが歌ったこのカチューシャの歌、ちょっとワンコーラスちょっとやってから、今日は愛さんさんでございます。
泥棒かな。そんでね、夜にチューと鳴くんでございます。
海中ということは、これはもうネズミに間違いないですね。ああ、ネズミか。どうりで私のおやつがかじられると思った。あ、こらかなわ。もうネズミにはちょっとかわいそうなんですけれどもね、私のおやつがかかってるんで、もうこれはネズミちょっとね、お家から出て行ってもらうのはあきませんな。これは最近薬局に行きますとね、ネズミを駆除するようないろんなものが売ってるんですけど、そんなものを借りなくてもね、昔からいいやつがございますよ。あ、なんでございますか？それはね、猫を飼うとね、ネズミがポロッといなくなる。あ、なるほど、猫でございますか。ほんならね、本日はちょっと猫がたくさんやってきますようにという問答を名付けて、やんまわし問答をさせていただこうと思います。ほんならね、まず最初は猫を1匹とかけまして。はい、1匹とかけまして。あ、よく見たらのあんたさんの顔ともらいます。え、私の顔とも当てましょうか。ほな、あ、その心はイニャンデル。イニャンデル、イニャンデル、イニャンデル。あ、イニャンデませんか。ほなら猫2匹とかけまして。はい、2匹。女の人を前にしたあんたの姿ともらいます。え、女の人を前にして私の姿、当てましょう。あ、ふにゃ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 のメロメロでございます。綺麗な女の人の前にす。あ、ちょっと勢いついてきたんで、ほんならまだまだ参りましょうか。はい、では次は3、猫3匹とかけまして。あ、暗がりで物が見つからへんともらいます。あ、その心はサンニャーしてる。わかりますか、これ。ちょっとサンニャーしてる。あ、探してるね。探してるのことですかな。あ、ちょっと勢いついてきたんで、次まだまだ行きましょうか。次、猫4匹とかけまして。あ、聞いたらお腹がすくやつともらいます。今回は、スミレセプテンバーラブ、スミレセプテンバーラブ一風堂でございます。ラーメンでも一風堂ってあったかな。スミレセプテンバーラブです。
ました。ふみかありがとうございます。またまた。毎回毎回プレゼントありがとうございます。今回はですね、ソプラノサックスは18年ぶりにいつも大阪で留守番しておりました花田正君が来てくれましてありがとうございます。はい、もうそれからね、クラリネット、小林慎之介さんももう40年間来ておりますよ。まだまだですか。まだまだあと1人いただいて、はい、番長の方はジャンジャンさん、昨日はコンセプトカフェに行きました。コンセプト番組、はい、今の時の話を多くもやります。それではふーちゃんとみなみちゃんで、そして青木美香子さんで、お客さんのお手伝いに参りまして、いろいろ質問を受けたり、お客様がお気が付くことにでしたらどうぞお写真も撮ってくださいね。あの非常に記念写真も、どうぞ今お撮りください。お近くに参ります。さあ、これも撮ってください。